広瀬師匠の取り組みが非常に独自の取り組みで面白いと思います。何もしない知事、市長、議員が議会が圧倒的です。賛否両論あると思いますけど、何もしないで寝たふりしている今の国会よりはよっぽど面白いと思います。吉村府知事の発言の背景にあったのは、おととい行われた寝屋川市議会での市長のある提案。寝屋川市の広瀬市長は、市民の評価によって給料のカット率を変化させる方針を打ち出したのです。例えば評価しないが 60%、評価するが 40% だった場合、その差は 20% なので、市長の給料のカット幅も 20% に。給料のあり方っていうのにこう一石を投じてみようという思いがあります。市民の皆さんの納得感という報酬、給料に対する納得感という視点と、もう一つは新たな政策作りをよりこう市民の方に向いて、そっちに合わせた政策立案が必要だと、この2つの意味で実は新しい制度を構築したと。この提案に対し反響は、私も市役所に来るときたくさんの市民からいろいろと声かけていただくんですけど、これは以前からなんですけどね、市民の皆さんものおおむねおそらく高評価だと。増やす、給与増やすというのではなくて、減らす減らし方について市民の皆さんの評価をしっかりと、給与に反映していくと、市民と向き合っていくということに対して反対をされる市民の方とおそらくおられないんじゃないかなと思います。9割5分おそらく反対されてないと思います、はい。広瀬市長の提案に対し街の声は、あ、それはいいと思う。市民がいいと思う値段もらってたらいいじゃない。こっちに還元されてないのに、はい、支持してないのにもらうの嫌やんな。加点にしたんやったらいいんちゃうかなとは思うんですけど、ああいう人たちってお給料いっぱいもらってるから、普通の一般の方とかよりね、減っても困らないだろうし、多分ああいう人たちは、はい、一方でこんな意見も、そこじゃないでしょって思ったりもするから、自分の給料を見合うぐらいのやっぱ実績を上げる方が、みんなが納得してるんじゃないかなと思って、減らすばっかりで、まあ、つかあまりいまいち、この中井先にはならんよなとは思うね。